それでは今日の質問です。資金10万円でビジネスをやるとしたら何をやりますか。ちなみに堀江さんが経験したことない仕事でお願いしますという質問です。私は答えました、はい、屋台でランチ専門のカレー屋、うん、というふうに答えました。カレー屋もう投げやりな答えですね、うん、これね完全にね、うん、これでもだってさ10万円で何もできないよ。10万円でやれる仕事なんかねえよ、うん、アイス評論家アイス評論家はできるかも、ね、金かかんない金かかんないね、うん、資金はもう全部アイス、まあ、でも俺はやんないけど、ね、でも面白そう。ランチ専門のカレー屋、結構メニューとかいっぱい作んなくても専門だからずっとカレー出してればいい。だってさ別にカレーいろんなとこ来てくれるとかいいですね。そうそう、ワゴン車で、うん、あのワゴン車の後ろピッて開いてできるじゃない、うん、ビジネス街転々とするとか、うん、あのちゃんとしたなんかちゃんとしたあの店舗用のワゴンとかじゃなくても、うん、なんかほんと10万円ぐらい10万円もいらない、うん、多分5万円ぐらいで中古のハイエースかなんか買ってきてさ、うん、あそれも10万円に入ってるんですか。入ってる当たり前じゃないか、うん、であとね家にでっかい鍋買って、うん、炊飯ジャーで多分7、8万ぐらいでできるんじゃないの、うん、それに材料費とか入れて、うん、で俺だからそれちゃんと考えてやったんですよ。カレー屋が一番原価あの粉物商売なんで原価率が低くやれるんですよ、はいはい、しかも回転がいいんですよ回転が。